さあ今日はこれからの時間、選手の皆さんとのトークショーでお楽しみいただきたいと思います。日差しも相当暑くなりましたね。大丈夫ですか皆さん、倒れないようにしてくださいね。さあそれじゃあステージに呼び込みましょうか。まずは J リーグジュビロ磐田、鳴岡翔選手、カレン・ロバーツ選手、そしてヤマハ発動機ジュビロ大西翔太郎選手、山村亮選手、どうぞよろしくお願いします。どうぞマイク持っておかけください。どうしたのどうしたのさあそれじゃあ早速いろいろお話を伺っていきたいと思います。いや山村さん、さすがに近くで見るとでかいですね。ありがとうございます。いやさっきねブラッツさんとちょっとトークショーさせていただいて、ラグビー選手っていうと普段あまりこう私お会いしないもんですから、J リーグサッカーの方はね、しょっちゅうあるんですけど、お会いしないもんですからラグビー選手と大きい選手をイメージして、ブラッツさんは割と普通ですね。そうですね、ブラッツさんはまあスクラムハーフという小柄の人が多いポジションなので、はい、で山村さんのブロックというところはフォワードは、そうですね、やっぱり体が大きいというか体重、まあ、そういうパワーが必要なポジションなんで、ある程度体重もないといけない。はい、そうですよね。何キロあるんですか今。117、8ぐらいですね。はい、117、8キロ、でかいね大西さんはそこまでないね。ないです、ないです。僕は85ぐらいです。あ、それも85キロあるんですか。はい、でも大西さんのポジションっていうのはやっぱりこう走り回らないかんし、そうですね、すばしっこくも走らなきゃいかんし、はい、で、まあ、僕のポジションでも100キロ超えてる選手たくさんいるんで。あ、そうなんですか。僕はちっちゃい方なんですけど。はい、そうなんですか。はい、いやでもね、こういう2人といるとなんかカレン選手随分ちっちゃく見えちゃうね。すごいちっちゃいです。だから華奢に見えるよね。はい、さっきも言われました。言われたなんだかサッカーの選手ってのは随分華奢ですねなんてね言われちゃうよね。はい、のろこさんもどう、なんかまさかこの2人と一緒に出るとは思わなかったね。そうですねすごいです。ちょっとでかいよね。ほんとね、僕もね、なんかどういう並びになるかなと思ったけど、横に山村さん来るかと思ったらね、もう楽しくてしかなかなくてね。いやー、いろいろ話を聞かせていただきたいと思います。今日は、マラソンということで、みんな、鳴岡さん今日走ったの？走らないでしょ。走らないです。走らなかった、はい、そっか。で、どうですか、鳴岡選手からいろいろ話を伺ってきますが、今日はね、小さい小学生なんかも走ったんですが、小学校の頃とかってマラソンとかって得意でした？僕は早かったです。マラソン早かった？はい。あ、そう。市内とかで1位でした。え、そんなに早かったの？はい、でも今は遅いですけど今は走れないで有名ですけど昔はやっぱり静岡の小さな市の中でも、はい、優勝してました。あ、そう、はい、得意だったんじゃなくて。得意でしたね。はい、カレン選手はどう？結構早い方でした。はい、早い方だった。はい、短距離と長距離どっちが得意だった？いや、両方行きます。なかなかでも両方行けるってのは珍しいね。そうですかね。お、短距離は例えば 100m 何秒ぐらいで走ったの？小学生、中学生。いや、200は多かったんですけど。あ、200県大会。はい、行きました。すごいじゃん。ありがとうございます。200って結構大変なんだよね、小学生、中学生ぐらいの頃って。そうですね、基本的にスタートが遅いので加速力。あ、そっからの加速でね。はい、あ、大西さん、大西さんどうでした？はい、小さい頃。いや、もう長距離も短距離も、最下位の方で大の苦手です。本当？はい、例えばね、だけど今こうやってラグビーをやってらっしゃって、やっぱこう走るでしょ。でもまあ経験で何とかカバーします。最短距離を行くように頑張っています。こう行くんじゃなくて、はい、こう行くみたいなね。はい、ああ、今でもそんなに足はあれですか。こう言っちゃ失礼な言い方なんだけど、だいぶ遅いです。はい、だいぶ遅い方。はい、例えば、ね、この4人でやったらでも3番ぐらい。はい、4か3だと思います。はい、4か3。山村さん僕は見たまま苦手です
見たまんま。でもいくらなんでもね、小さい頃からこんなに大きかったわけじゃありませんでしょ。そうですね、大きい方だったのでやっぱり走るの苦手でしたね。あ、そう、はい、山田さんラグビーはいつぐらいから始めたんですか。僕は高校に入ってから始めました。あ、じゃあ割と遅い方。そうです、まあ遅い方だと思います、はい。まあ、結構でも高校始める人も多いですね。あ、そうですか、はい。中学の時は何やったんですか。僕は相撲をやってました。本当、はい、見たまんま相撲、はい。あ、そう、強かった相撲は。県大会では1位になってました、はい。すげえじゃん、はい、県大会1位、はい、市のマラソンで1位ちょっと下がりました。ちょっと下がった県大会。でも相撲だからね相撲だから1位で、なんでその県大会で1位にまでなった人がラグビーに転向しようと思ったんですか。そうですね、まあ相撲を続けるつもりだったんですけど、やっぱ高校の監督が熱心させていただき、それでラグビーしようかなっていう。だって走らなきゃいかんだぜラグビーは。そうですね、始めたばっかりは本当いつやめようかなっていうぐらいしんどかったですね、はい。いつやめようかなと思ったんだやっぱり。そうですね。あ、そう、でもまあやっててよかったね。ラグビーやってよかったと思います、はい。ねえ、今や日本を代表する選手になった。ありがとうございます。ですよね。大井さんはいつからラグビー始めた。小学校3年生からですね。ほらやっぱ小学生から、はい。何がきっかけだったんですか。まずはサッカーをやってたんですけど。あ、サッカーやった。はい、サッカーと、ラグビーと野球と3つやっていて。すごいじゃん。まあどれを取ろうかってなったんですけど、最終的にラグビーを取ってしまったという感じ。いや、取ってしまったじゃない取ってしまったじゃなくて取ったんだね。これどうだったろうね、サッカー取ってたらなんて思ったことある。そうですね、まあ、横の2人を見ているとサッカー取っとればよかったなと思ってますけどそう、サッカー取ってるなって。そうかな、ね、でも2人とも、ね、もう日本を代表するラグビーの、ね、選手となったわけですから、やっぱりサッカーじゃなくてラグビーでよかったんじゃないですか。まあテレビに映る回数が全然違います。あー、テレビね、そんなとこで比較してんのね、うん、そこでしょやっぱり。そこ重要やっぱり。そうですか、そんなテレビによく映るカレン選手はい、カレン選手はいつぐらいからサッカー始めたのは。そうですね、5歳ぐらいからです、はい。あー、そう、はい、その時は何がきっかけだったんですか。お兄ちゃんがサッカーやってるんです、うん、今もやってるんですけど、うん、その影響でずっとやってます。で、市で優勝した奈良子選手。バカにしてるんですか尊敬で言ってるの。そういうことです。そうそうそう、ね、で今は、まあ、走るのあまり得意じゃないけどもね、はい、バカにしてる。いつからサッカー始めたの。ボビー君と全く同じです。5歳くらいかな。お兄ちゃんの。あ、やっぱり、はい、だいたいお兄ちゃんの影響っていうのが多いんだね。そうですね、多分そうだと思います。お兄ちゃんはもうずっとサッカーやってたの。やってました。あのでも2つ上なんで、そのお兄ちゃんが小学校に上がるときに一緒に僕もやり始めたの、サッカーで、はい。何歳の時にお兄ちゃんを超えたなって思ったの。いや、そんな思ったことないですね。別に。嘘、はい、今は思ってたろ。だいやいやいや、兄ちゃんも上手いんですよ。それが上手いんだ、はい。結構有名だったんですよ、昔は。今もやめちゃったんで、うん、はい、やっぱじゃあ超えないままお兄ちゃんやめちゃった。そうですね、はい。あ、そう、カレン選手どう、お兄ちゃんを超えたっていうのは。そうですね、ちゃんそれあんま見たことないんですけど、うん、結構体もがっちりしてるし、うん、まあ、もしかしたら超えてないんじゃないかな。まあ、サッカーもやってるし。ああ、なるほどね。でもいいな、そういうなんか兄弟関係ってな。